先日、我々の準レギュラー番組が、ええ、最終回で終わりましてですね。はいはい。準レギュラー番組。ナックファイブの楽園ラジオの怒りのマラカスっていうコーナーがですね、準レギュラーだったんですけども。うん、そうや、それ言おうと思ってたわ、俺。あれでしょ、過去11回出たんだっけ、10回か11回ぐらいじゃない、出してもらったのが3年前ぐらいか。最初はそう、もっと前かもしれない。もっと前なの、早いもんでね。もう全然今でも名前ないけどさ、よくわかんないけど使ってくれて、大野清太郎さんっていう、はいはい、すごい元気なおじい様、本当にハキハキ、それこそ72、3歳なんだけど、はい、もう当時72、3か、今もう75ぐらいいってんのかな。いくつなんだろう。もう見ただけでエネルギッシュなのが分かって、パワフルで、当時なんかもう、まあ、お酒飲んでね昨日とか、めちゃくちゃバリトンボイスなんだけど、でお酒の飲むんですかとか聞いた。いえいえ、お酒もタバコもなんだよ、お酒もタバコもギャンブルも全部やるって言ってたのよ。なんかもう全部やるよ、全部みたいな。で俺らが出て単独ライブとかの、告知して、まあよかったらみたいにしたら、普通にその単独ライブ来てくれる。そう、チケット買ってお客さんも連れて、なんか知んないけど、怒りをもう発散するコーナーみたいなのがあって、ね、はい、まあ準レギュラーっつったってそれにたまに呼んでもらうだけなんだけども、そのたまに呼んでもらうだけでも10回から11回も呼んでもらってて、はいはい、そのコーナー最多出場、テレフォンショッキングの和田アキ子さん上手、そうそう、最多出場ぐらいになっててさ、すごい、まあ要は多分可愛がってもらってんだよね、気に入ってもらってて、小野瀬太郎さんに、そんな準レギュラーがもう終了になっちゃってね、3月末でね、パワー全開、小野瀬太郎のあれさ、あれなんかメッセージ送ったの？あ、送りましたよ。いや、それでなんかホームページの方に、ガンタが、最終回の日にメッセージを送って、それも読んでいただいたのね、本番中に読んでいただいた。俺その最終回とか忘れてて、その日になんか有賀さんでスタッフの方がいるから、メッセージいただきましたって来たわけ、で俺もう何のことか全く分かんないから、いや送ってないですよみたいなの言って、あ、そうですか、はいはいはい、あれとかなって、なんかちょっと変な感じになって、で終わった後にあれメッセージって何のことですかって言ったら、あ、すいません、あれ多分ガンタさんのことだったみたいですね、はい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 、って言って最終回のメッセージを送ったんだけど、そのメッセージをマッハスピード剛速球の2人みたいな感じで、言ってくれてんの、で俺ここで俺は含まれてないみたいな感じになっちゃってるから、ちょっと変な感じになってさ、言うといてくれんと、言うといてくれんとっていうか、まあまあそっか、ごめんね、いや俺が大人なだけだよね、別にガンタって入れればいいところを、二人からのメッセージでっていうことで、マッハスピード剛速球よりっていう送ってんのが裏目に出ちゃったんだ、いやでもまあもう大人だよね、すごいね、いやいいね、忘れてた方が悪いです、まあ、そうだよね、普通に考えたら、そうだ、最終回大人すぎたわ、俺が、そうですね、でも代表としてね、ちゃんとマッハスピード剛速球からですよっていうことで、はい、送らせていただきました、はい、何にも思ってないですけどね、こっちの方は忘れてて忘れて、いや何にも思ってないことに焦ってしまいましてる、本当に。でもうすぐ始まったんだよね、新番組始めて、新番組を呼んでもらいたいんだけど、まぁ、ちょっといろいろ結構ね、あの番組出るといろんなことが起きたなっていうのはあってさ、一番最初の怒りがさ、最初じゃなかったかな、なんか一番最初ぐらいにやったやつが、怒り内容がさ、俺が出したやつがさ、結婚式に呼ぶでしょ友人、ね、結婚式の時だけ連絡くれる人とかいるじゃん、はいはい、
の参加してくれないみたいな、うん、ますね。であれってさ、友達だから行くでしょ。まあそうですね、3万も払って、はい、3万ぐらいを無条件で出して行っていいわって、友達って言ってくれるから、祝いに行って、はいはい、祝いに行く、行って3万ね、無条件で出して3万も5万も出して、おめでとうのためにお金払ってっていう風にやってるのにもかかわらず、離婚した時に一切の連絡もくれない。はい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 。な、それって何だったの？友達だから呼んでくれて、その友達という証にこっちは3万円払ってるつもりなのに、離婚ってなった瞬間、何ですかその、そのやり口はみたいな。それどういうことなの？じゃあ別に言ったらいい、友達だからいいよいいよってなるけど、言わないんだったら返してもらいに行くよ3万円みたいな、怒りよね、言ったんだけど、そのね、2週間ぐらい前にね、俺ら企画とかの流れで一回その高校の時の友達の結婚式に呼ばれて行ってんだよね、俺らね、なんかね、行ったね。そうそうそう、それがちょうど俺の高校の友達結婚したんだけど、それが埼玉なのよ、その友達が、はいはい、で、ナックファイブなのね、その楽園ラジオっていうのは。ナックファイブって埼玉県ですごい人気あるからみんな聞いてて、でその結婚式の3万円とか取ってっていう流れでさ、なんか知らない間にさ、結婚式って つまんないしとか滑ってるしとか、そんなの言った、そうそうそう言ってたんだよね俺ね。あれって言ったら別に見せ物として面白くないじゃないですか。でも時間を払ってあんななんかちっちゃい子が大きくなっていく姿とか、旅行してる写真とか見せたりとか、ケーキ入刀だとか、俺らねお笑い芸人でライブ作ってるね、人を楽しませるためにお笑いライブ作ってる人から言わせると、あんな滑ってる行事ないんですよ、見せ物として最悪なんですよ、うん、みたいな、あかんやろね、言ってたら、そう、その2週間前に行った人がもう埼玉県人だから聞いてて、スタジオお疲れしたっつって、うん、まあまあ多分会場自体盛り上がってるんでしょうね、うん、我々、はい、何回も呼ばれるぐらいだから、まあね、大野さんも大喜び言うね君は、うん、とかなんか言われて、いや行っちゃいますよ大野さんとか言って、もう大野さん乗せるもんだから楽しく話して、もう俺って実は手応えあって、よっしゃお疲れしたみたいな帰って、うん、そう最後の方こう帰り電車でスマホいじってたら、うん、そいつから聞いたよ、ナックファイブ言うだけメッセージ来てて、はぁ違うんだ、違うんだよ、ね、違うんだよ、もう言わない、つまらないなんて思っていないよ、いや無理や、そっからもう帰ってこない、もう友達一緒になくしたりとか最悪や、それ、まあ、それ帰ってこないですよ、いやもうあれ映像にも残ってるし、しっかり見るやつが、あそうなんですね、そうそうそう、いやつまんないって言ったはいいけど、ガンタの友達がいなかったんだよ、あまあまあね、一人もああなるほど、ずっと孤独みたいな感じで、まあそれはちょっとね、うん、DVD 我々と購入していただいたら、うん、面白い映像があるんでずっと孤独、それ購入で通販で買えるんでね、買ってもらえればいいんですけど、隅の方でビンゴゲーム一応参加してたりとかねえ、それを見てねえ、あとね、うん、ちょっと最近の怒りエピソードで言うと、うん、ティッシュ配りのティッシュをもらわない人は、うんうん、なんだっけかな、どういう怒りだったかな、人のことを考えてないみたいなことが、うん、あんなもらえばいいじゃない、うん、もらえばいいだろうみたいな、うん、ティッシュ配りをね、あまりにもみんな、はい、邪険に扱いすぎだと。俺はその当時、その時、ティッシュ配りをよくバイトでしてた。うん、あれね、ティッシュ配り断る理由もないし、まあ、もらわれるだけで、そのティッシュ配りっていうのは、ティッシュ配れるか無視されるか、二択しか、二、うん、つしか物語がなくて、もらわれるとどんだけ心が救われるか。うん、
だからあんなものもらえばいい、うん、100歩譲って捨てるもんだったらもらわないのはわかるけど、ティッシュなんてな、何がもらわない理由があるんだと、うん、絶対使うし、うん、あんな迷惑そうな顔して、うん、ティッシュ配りを迷惑そうにするやつなんかくたばればいいんだみたいな、うん、言い草して言い草してたね、うん、でまた大笑いよ大野さん、あははは言うねって言われて、でもその日もさ、もう上機嫌、お疲れしたーっつって帰って、うん、で次の日家、うん、寝て起きて、うん、家の前出たら家のまんま大工事してて、うん、で曲がりたい方に曲がれないと、うん、下水の工事、うん、邪魔くせえと思ってチェッと思って思ったら、うん、ガンタって声かけられて見たらその工事してたのが、うん、地元の中学校の同級生で、あらーと思って、その瞬間その邪魔くさかったね工事の人が、うん、あの同級生って分かった瞬間もうすごい華やかというか、うん、すごい懐かしくて、うん、あごめんごめんって、あんな思いした俺自分が許せなくなっちゃったの、なんでさっき、うん、ちゃ邪魔くせえと思ったんだろう、俺も一緒じゃんと思って、うん、結局これがティッシュ配り、うん、ね、この人たち悪気なんかなってくるんですよ、うん、ただ下水道工事して下水のためにそこの地域を良くしようとしてるためだけにやってるのに、うん、俺はチェって言った、うん、ティッシュ配りのもらえない人と一緒のことしちゃったんだって、なるほどね、その時思って仕事でやってることなのに、で、うん、あその瞬間もティッシュの答えが出て、うん、そのティッシュ配りもらうもらわないじゃなくて、もうこの世は全員家族なんだって思えばいいんだってすごい思ったの、すごい結論になったな、そう一種の悟りですよ、そう悟り、なんでもそうもらえばいいじゃないか、もらわなきゃ、だからそういうのなんかね、清太郎さんのところのラジオで話した時なんかモヤモヤしたんだよね、っていうのは賛同を得られなかった、割とあとのそう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 否定派、ね、否定派もらえませんよそんなの、うん、それいらない、いらないよ、もらうわけないじゃないですか、うん、邪魔なんですよ進行方向みたいな、はいはいはい、お便りが多かった、うん、その時なんかなんか伝え方が違うなって自分でも思ってた、うん、なんでだろうな、ティッシュもらえばいいんじゃない、これじゃないんだよな、何なんだろうな、もっとその人が相手が落ち込むようなことをわざわざする必要はないみたいな言い方なんだよな、なんて伝えればいいんだよなと思ってた次の日、うん、目の前に工事してたのが同級生で、ああこれだと、うん、俺は結局同じ目線、あのもらわないやつの目線になってたけど、はい、これは違う、うん、そうだこの世の人全員家族だと思えばこの世に邪魔な人なんかいないんだ、うん、全部愛おしいっていう出来事があったよ、ティッシュに限ったことじゃないとそうそうそう、ティッシュがいるいらないの問題じゃない、うん、そう、あなた働いてやるんだと、そう仕事でやってやるんだと、そうそれを邪魔って思うことがおかしいだろう、おかしい、みんな近い人、家族、恋人、うん、友達だと思った瞬間ハッピー、その瞬間だってガンタって言われて見た瞬間に、あっ何頑張ってんなって見た瞬間、その工事の人全員素晴らしい人に見えて一気に世界変わっちゃった、そんなことが起きるの、あのラジオの次の日すごくないこの流れ、なんかだからあの帰りずっと考えてたからさ、全然伝わんなかったなぁ、後々必ず同級生が登場してなんかそうあそうだね、あ同級生だ、同級生だね、かき乱さあそうだね、行くなぁ、そういやでもキャバクラのじゃあキャッチみたいな、うん、鬱陶しいじゃん、うん、あれも、うん、あれもなんかあれも認め、友達だと思ったら、うん、あこんなやついたなぁと思ったら頑張ってんなぁそうだ、いやいいあれをなんだろうね、すごい余裕がないじゃん、やっぱりあれを邪魔だと思っちゃうってさ、うんうん、でもその時自分何に向かって歩いてる、そんな邪魔じゃないよっていう、まあそれ大したねえよ